本プロジェクト in 徳島。うまいもんや学沖の浜店に来ています。海と日本プロジェクト in 徳島、リポーターの木戸弥生です。こちらのお店で徳島初の海と日本プロジェクトのコラボメニューが販売されているんです。私がリポートしますよ。このコラボメニューはうまいもんや学沖の浜店と海と日本プロジェクトとの連携で、徳島県の海産物の豊かさを知ってもらうことを目的に開発されました。今回のコラボメニューはどのようなメニューなんですか？ナルト鯛を使ったカルパッチョ。海のものでなんで、ワカメとかナルトのワカメを使わさせていただいたナルト鯛のカルパッチョ。それでは早速見せていただきましょう。こちらが今回のコラボメニューです。わー、色とりどりで美味しそうですね。それでは早速いただきます。鯛が甘くて身がしっかりしてますね。引き締まってます。そして他の食材とのバランスもすごくいいです。どのような思いでこのメニューを考えられましたか？地元の人でも気軽にこの徳島の海のものを楽しんでいただけたらなと思って作ってみました。徳島県の海産物の魅力ってどういうところですか？ナルトの鯛が特に有名なので、荒波に揉まれた鯛をコリコリとした食感を楽しんでいただけたらな。ナルトの鯛のカルパッチョは12月20日までうまいもんや学沖の浜店で販売されています。今日コラボメニューを食べることで、徳島の海の幸の美味しさを再発見することができました。皆さんもぜひ訪れてみてくださいね。海と日本